こんにちは、谷本孝義です。谷だよ。空前絶後のアニソン登山部、作詞作曲四小節歌つなぎ、水木一郎さんから始まり、影山博信さん、そして高取秀明さんからなんと僕のところに回ってきました。こうやって大先輩の方々と一緒に音を紡いでいけるのは本当に幸せです。ミュージシャン冥利につきます。というわけで、僕がつないだ4小節どうなっているでしょう。どうぞ。帰りたくても帰れない、愛する人を守るため、時に傷つき立ち止まっても、炎は消せやしないさ。今も響くあの声が、前を向いてと背中を押すよ。きっと僕ここで巡り会うから、夢をつないでゆこう。いかがでしたでしょうか。またみんなの元気な笑顔にライブ会場で会えるのを楽しみにしています。僕の次はまたまたなんと大先輩のノブさんです。ノブさん、よろしくお願いします。